こんにちは、高橋優です。今は朝なんですけれども、今日は久しぶりに夫婦で撮影に行ってきます。本当に久しぶりの撮影ですね。一緒に撮影するのは、私は今妊娠9ヶ月でもうすぐ産休に入るんですけど、だいたい産休に入る前によく夫婦で撮影してるなっていうイメージがあります。どんな撮影になるのか楽しみです。なので今日は夫婦でのなんか撮影の様子を撮れたらいいなと思って動画を撮っていきたいと思います。皆さんよかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。前世は、朝もうスクールに送り届けてきました。泣いて鼻血出してたけど、きっともう元気に遊んでると思います。おはようございますどう、久しぶりの夫婦での撮影楽しみ。結婚式は何年前だっけ。あれは、はい、何年前でしょう。3年前か。結婚式はね、結婚は4年前。3年前か、楽しかったよね。渡辺ウェディングさんに今から行ってきます。メイクができてきました。あ、マスカラまだだ。まだです。水野りさちゃんですこんにちは。こんにちは。ちょっと待っててね。高校生の修学旅行でオーストラリア行って、みんなにお土産に行ってティムタムめっちゃ箱買いして買ったけど、結局渡す人全然いなくて、毎日学校帰りに家で 一袋ずつ食べ終わった。やばいよそれ、総カロリーえぐいね。それにより私はもうむちゃくちゃ太って仕事激減しました全然いなかったんですよ結局。みんな友達みんなで行っちゃってるもんね。友達みんなで行っちゃってるんで、その時の雑誌のメンバーの人たちに渡して、親にちょっと渡したら終わりで、爪何色にしよう。だから姉ちゃんティムタム見たら私思い出すらしいですよゆうちゃんが太ったやつゆうちゃんが太ったやつゆうちゃんが太ったやつできました撮影いいね、ギャルね、くせぐせね前世はこれあります。はい、チーズでお願いします。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 よし、いただいて。あ、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。来年の9月に渡辺ウェディングさんが70周年を迎えるということで、記念のサイトを作ることになっております。結婚、離婚の先にあるその夫婦の幸せの形っていうものをご紹介していきたいなと思いまして、今回やめさせていただきます。はい、結婚式の情報をお伺いする前に、最初もそのお二人のお互いどんなところに惹かれていたのかみたいなところを。いいですね結婚いいね5年じゃないからね、結婚4年か。4年、はい、出会って5年ぐらい。もともとそうですね、タイプではあったんですけど、はい、実際に会って性格とかもすごいいいかなって思って、目に惹かれました。もっときついイメージがあったんだもんね、なんか新しくて会う前は。う、ね、モデルっていうのもあって、でも全然会ってみたらそんなことなく、初めて見たのが、夫が試合に出た時を初めて見たので一目惚れしたっていうのもあるんですけど、実際なんか会って話したりしていくうちに、すごいなんでしょう、深い優しさがあるっていうか、なんかそれ優しくしてるよとかじゃなくて、深いところでのなんかすごい人の温かさだったりとか、優しさみたいなのをすごく感じて、その中にもちょっと強さっていうのがあって、ずっと一緒に出たらすごい心強いなと思いましたし、この人と人生歩めたらいい道しるべにもなってくれる中で、いろんな人生歩めていけるだろうなっていうのがあって、一緒にいているうちにどんどん惹かれていったっていうのがあります。一緒にいたらすごく美しい、いいことの方が多いなと思
すごい素敵なお話聞いてるだけでこっちもなんかすいません、いろんな人生一緒に過ごしていく中でいろんなことあったけど、今この瞬間を生きてて一緒に過ごせるのが本当に幸せですっていう、お互いの家族も仲良いし、それがないですかね、仲良くなってすごい良かったなと思います。確かに。大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございました。いいお話たくさん伺えて、ありがとうございます。大丈夫か。ございました。振り返っちゃって、まさかの泣いてしまった。ありがとうございました。撮影終わりました。やばい。めっちゃ懐かしい。私まだめめに、ヒロ君も前来てなくて、マネージャーってこうやって写真撮ったのを覚えてます。懐かしかった、めっちゃ振り返っちゃった。どうだった？なんか私めっちゃ嬉しくなっちゃって結婚式すごい楽しかったですね。私たちはここで結婚式をいろいろ相談させてもらって、ハワイと日本国内とやらせてもらいました。いい撮影だった。いい撮影でした。はい、じゃあ帰りますね。本当にありがとうございます。一生の思い出です。結婚式っていいな。もう自分たち終わっちゃったんで、忙しに行くしか、出席するしかないんで、思い出話だけでちょっと泣かれてましたね。泣きますよね。なんか泣くつもりじゃなかったんだけどな、なんで泣いちゃったんだろう。改めて嬉しかったですよね。なんかリロ君の言葉が響いちゃって。撮影が終わって今からお家に帰ります。どうでしたか？楽しかった？楽しかったよね。ただただ思い出話をしてすごく幸せな気持ちになった撮影でした。まさか泣くとは。いいですね。夫婦の思いを再確認できて、結婚式について振り返るっていうのもありなんじゃないかなと思いますよ。結婚式はできないって思ってたんですけど、さっき渡部ウェディングの方から、子供が生まれてから改めて誓いを立てるバウアゲインなんだっけな、バウセレモニーみたいな、バウセレモニーみたいないうのがあるんだって。子供と生まれてまたみんなで思い出の地に行って、もう一回誓いを立てるっていうこともできるっていうふうに渡部さん言ってたので、そういうのもまた渡部ウェディングさんに相談 しますっていう風に言いました。結婚式終わった後もそういうワクワクしたことを企画するっていうのも、もし皆さんご結婚されている方はありなんじゃないかなと思います。ということで今から帰って、ヒロ君はまた別の仕事に、私は32週の妊婦検診に行きます。ってな感じで今回は夫婦での久しぶりの撮影の様子をお届けしてみました。いかがでしたか？またこういうのもね、ちょくちょく動画で上げていけたらいいなと思います。はい、この動画良かったと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやっているので、そちらもぜひ概要欄から遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。